全国で場外発売をご利用の皆様、そしてボートレース丸亀ご来場の皆様、本日も第一レースよりのご観戦誠にありがとうございます。6日間シリーズとしてお送りしております丸亀ブルーナイター帝友ニュースアダムスキーカップ、本日はシリーズ3日目の攻防をお送りしてまいります。ここまでの2日間、展開的にも配当面でも波乱の連続といったところでありますが、今日は予選の折り返し、さらに見応えたっぷりの攻防となりそうであります。さあ、まずは今日も第1レース予選競争ウェルカムブルーナイターオープニングレースからの始まりであります。1号艇岸本隆、2号艇沼田克彦、3号艇小沢和也、4号艇関裕也、5号艇木村光一、6号艇柳沢千春、以上の6選手の対戦です。スタート展示では外枠2艇の回り込みを警戒してか、先に2号艇3号艇この辺りが牽制して突っ張っていく形でありましたが、本番レースは全く動きなくすんなりの枠なりとなっています。3対3の形に分かれました。緩やかな向かい風のコンディションでしょうか。シリーズ3日目のオープニングです。第1レースインから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。5コース6コースが好スタート、1周1マークでありますが、5コースからまくっていくか。5号艇の木村先まくりは4号艇の関、1号艇と競り合った。おっと1号艇振り込んだ。これは危ないシーンでありました。おっと2号艇これは煽りを食っております。現在2号艇がエンスト中でしょうか。先頭抜け出したのは5号艇の木村光一か。アウトコース並んでいるのは4号艇の関裕也。先頭争い5号艇4号艇、そして3番手は現在6号艇の柳沢千春先行しております。なおスタートは正常であります。なお2マーク付近、1マーク付近、1周の1マーク付近でありますが、2艇にアクシデントとなっています。1号艇と2号艇でしょうか。この両選手アクシデントとなっています。先頭は5号艇の木村光一、そして2番手4号艇の関裕也、3番手が6号艇の柳沢千春となっておりますが、現在2艇1マーク付近でありますがアクシデントとなっています。先頭は5号艇の木村光一、2番手4号艇の関裕也、そして3番手6号艇の柳沢千春となって2周2マークをクリアしていきます。1番手妨害失格、2番手失格。起きのように1号艇の岸本隆が妨害失格、そして2号艇の沼田克彦転覆のため失格となっております。1号艇の岸本隆が妨害失格、そして2号艇の沼田克彦転覆のため失格となっております。またまたオープニングから波乱となりました。先頭は5号艇の木村光一、2番手は4号艇の関裕也、そして3番手6号艇の柳沢千春、上位の3艇は外の3艇ダッシュ勢、5番4番6番で最終マークをクリアしております。なおこのカード1号艇岸本隆妨害失格、2号艇の沼田克彦転覆のため失格です。先頭5番木村ゴールイン、2着は4番関ゴールイン、3着6番の柳沢ゴールイン、ラスト4着で3番小沢ゴールインです。第1レースの確定をお知らせいたします。1着5番、2着4番、3着6番、以上です。第1レースの払い戻し金はご覧の通りです。ファンの皆様にお知らせいたします。現在競争水面上は自己定の